さあということで改めてここでプレーオフに出場する3チームのリーダーにちょっと遅くなんですけれども、はい、ご登場いただけるということでお話伺ってまいります。皆様よろしくお願いいたします。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。ではまずは、3位通過となりました広島チームイクサアクア選手、はい、改めてになります、このプレーオフの意気込み教えてください。はい、まあ、なんとかギリギリ本当にプレーオフ残れて、うん、であのさっきも言ったんですけど戦的には初めてのプレーオフになるんで、はい、まあ、初のプレーオフになったってことはなんかねいい1年になるんじゃないかなっていう、うんうんうん、歴史的瞬間なんじゃないかなっていう気持ちもあるんで、うん、まあ、このまま勢いそのままにプレーオフ勝ってグランドファイナル目指したいと思います。ハメコさんからこのイクサ赤選手に何かありますか。難しいね、聞きたいことは結構あるんですけど、ね、だってその戦略に結構変わってくるね、話とかが出やすくて、ちょっとそこは伏せつつ、何でも言いますよ、何でも。おお、はい、まあでもまずその上位2チームにキャミーがいますよね、うんうん、ということがまずありますよね。自信はいかがですか。はい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 、まあ、時間はねありますけど、はい、うん、言えない言えないだまあ、はい、構成的に、うん、CR は、うん、1回ホームで0-40食らっちゃってもしてるんで、はい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 、うん、なるほど、結構ね厳しい相手かなと思ってるんですけど、うん、まあ1ヶ月あるんで、うん、そうですね、時間結構どうにでも、うん、やりようはあるんで、お、まあ、アウェースタートにはなっちゃうんですけど、うん、まあ、ちょっとしっかり返り討ちできるように準備していきたいと思います。わ、うん、かりました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます続いて2位通過となりましたクレイジラ君ドグラ選手、こちらも同じくです、プレーオフの意気込み教えてください。はい、まあ、どっちが抜けるかなっていうので、ね、注目してたら戦がすごい 40-0 という、まあ、結果だけ見たらすごいいい形で抜けてきたんで、まあ、戦対策からやっていくかって感じなんですけど、うん、まあ、多分戦の方々も分かってると思うんですけど、多分うちのチームのキャラが一番きついぐらいだと思うんで、うん、中パ中パやめてねそれ中パまあまあそこのねアドバンテージは存分に生かさせてもらいつつ、うん、まあ僕らとしてはねそこに勝って1位でね待ち受けているリジェクトだって、もうパリを押しててもなんかもう待ち受ける準備万端なんですもん、トリオさん青くなんかもうずっとパリしてますよね、やばいっすよ、なんかこれドライブゲージ無限大だもんそう感じで、はい、まあ、なんでまあこれはね、はい、まあ、戦に勝ってで、なおかつねその先で待ち受けてるリジェクトにも勝って、うん、まあ、F ディビジョン、勝利で収めたいなと、まあ、1ヶ月ぐらい準備期間はあるんで、はい、まあ、なんか飛び出せたら面白いなぐらいは思ってます、うん、楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、では最後ですね、1位通過となりましたヨギボーリジェクト時戸選手、プレーオフへの意気込み教えてください。はい、ね、イクサが勝ったということで、まあ、こちらとしてはね、やんなきゃいけないキャラ増えちゃったなというのが本音でございますが、うん、我々に抜かりはございません。特にこの2チームは僕らが唯一負けた2チームでもあるんですよ。あ、確かに。しかも僕らが次ホームなんですけども、うん、ホームで両者に負けてるので、まあ、より一層気を引き締めていろいろ作戦を練り直して、ちゃんと挑まないといけないなという覚悟でいますので、うん、全力で活かしていただきます。楽しみです。わかりました、ありがとうございます。ここだけの話、うん、どっちのチームが上がってきてほしいですかこれね、バレルが勝ったらこれだったんですよ準備良すぎだろ、応援してんのかよ早っ。ただちょっとそれもね、できなかったんで、うん、まあ、チームメイト、チームの中でも割れてるんですよ、うんうんうん、そのどっちがいいのかとかっていうのは。なるほどなるほど、うん、まあ、なので、まあ、意見交換しながらどっちに対しても万全で臨むという発言で締めさせていただきます。ありがとうございます。わかりました、はい、ということで見事プレーオフ進出となりました広島チームイクサ、そしてクレイジーラクーンヨギボリジェクトの代表赤選手、ドグラ選手、時戸選手にお越しいただいてお話を伺いました。両チーム健闘を祈ります。本日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。プレーオフの活躍も期待しております。